どこへ泊まる？城へ泊まる？天領ぐらいまで行ってもいいような気もするけど。一気に天領70キロ。そんな疑問で言うこともねえよ。まあいつもだと白岩に一回寄ってるけど。ああ、だけ白岩泊まりてとかなんか言ってたっけ。泊まりてわけじゃないけど。あんた白岩、白岩？愛子ちゃんいねえろ多分。ママね、45ぐらいやろ。シーサイドから行くん？まあ、いつもの道ですよね。シーサイドでいいろ。ああ、肝もれ、ま、巻き取って。ま、うん、そうそう、追い分け取って。また変な音してたね。あ？まだ行かんほういんねんだよ、大沢さん。まだかぶったのか。かぶらんって、へかぶらんの。それも走り出した方がいいんだよ、やっとらかね。うん、一個ごとね、そこでわわわ言ってるんでね。なんか変な音したいね。セルの音。やっぱチーズ調子悪いんかな。ほら、またこっちにちらっと見た。こっち見た。ま、こっち見て、お父さん言ってるやん。持ち上げると超暗いね。うん。そうだよね。超暗い。よく使い方わかんないね。こっち見たね、ほら。カモテバナで、いつだってもいがんねえぜ、俺って。あれたち、あれたち、あれだっけ。一緒にお願いしますって言ったんだったら別だけど、最初から。あと、桜井さんがもう。やだ、俺。俺だって責任持った。俺、あの、尊厳のあれも持ってねえんだよ、俺だって。何を？あの、あとから農薬、農薬の免許持ってっけど、あとは整備士の免許だって持ってねえんだっけ、俺だって。いや、俺も免許持ってねえよ。金子くんが来た。あ、着替えるだけだか、ヘルメットとか。調子悪いんかな。調子悪い。いや、あれ結構あったまったと思うけど、やっぱ止まるんだけど、なんですかね、走らないのが悪いんですかね。いや、止まるのはアイドリングしないっていうこと。うん、だからこう、いや、もう